はい、こんにちは、ビッグボーイとビッグママです。マインクラフト洞窟探検を終えてやっていきたいと思います。で、今日はね、前回予告した通り、キノコバイオームからムーシュルームをいただくよ。豚を殴るなということで、行きましょう。そうだね、道を作って運ぶ必要があるから土を持っていこう。土32個もあります。少ないお前よろしく。土はね、たくさんあるからね、整地した分も含めて。よし、チーズあって、チーズ、あ、チーズね。チーズって聞こえた。こいつで、まず、ムシュルームのキノコクリームシチュー、クリームシチュー需要をね、はいはい、測ろうかと。まあ、あんだけ、まあ、そこまででかくはないけど、まあ、いるでしょう。まあね。こっからね、どういう風に伸ばしていこうか。まっすぐ行って、右折する。なかなか遠いね。まっすぐ行って、右折するっていう方式で伸ばすか、斜め道で伸ばしていくか。いや、斜め道はやめた方がいいと思うよ。じゃあ、なかなかあるな。2マスの広さで広げていくか、向こうに。OK。よし、行くぞ。おー、頑張れ。お前もやれや。だってお前がさ、2つやってっちゃうからさ、俺がやりたくない。片方、左やれ、左。よし、このまま、ね、ムーシュルームを、高速拉致監禁して。かわいそう。サーバー攻撃されるぞ。されないぞ。映画の公開をやめろ。あ、そういえば俺も土ねえんだけど。土ならあるぞ、いくつか。いや、もういいよ、お前やってけよ。あいや、そっちの分はやれよ。いや、こう、重なるのがね、イライラするんだよね。海中からやればいいじゃない。いや、やれよ。はい。はい。はい。いらねえよ、はい、ゴミじゃねえよ。ゴミじゃねえよ。ああ、落ちちゃった。もう回転食べるか。なんか本当にちっちゃいけど、これ。なんか奥にあるのかと思ったら、なんかもう、ズドンとあるだけだった。なんでお前そんな上に乗っかんの？え？いや、普通に。プロなの？プロだよ。トラップタワーでね、砂利やら土やら、もう余ったものはどんどんね、湧き層として使うね、私のね、技術が、あれで、プロフェッショナルで。トラップタワーだけ作ってたもんね、昔やってた時も。それ以外脳がなかったからね。いや、あと、ブランチマイニングぐらい、あと。適当に燃やして。あ、牛いた。落ちねえ、2本で。ん？大丈夫でしょ。そう。じゃあこっち伸ばしていこう。よいしょ、めんどくさい。めんどくさい、すぐそこに。後ろ行くぞ。このキノコ国か。あー、最悪、いや、もうなんだ、この。あ、コツつかんだわ、コツつかんだわ。なんで階段作ってるの？階段は、あー、もうなくなった土。え、ちょっと待って。いや、あるよ。めっちゃあるよ。わからんなゴミをたくさんもらったからさ。よし。オッケー、ムーシュルーム。お椀を使うとキノコシチューが取れるっていうね。まあ、なんか危ない菌でも持ってそうな牛ね。はいはい。こっちも伸ばすぞ。こっちとは何だったのか。まあ本当にうめえなこれやん。いや得意だよこれは。うまいって認めるラグってんじゃないのなんか。うち何もラグってない普通だよ。オッケー、あ、牛が勝手に。
行ってはいない。ちょっとじゃあ、ここの全貌を見てみますか、この。道ないな、ここのキノコバイオーム。あ、牛が来てんじゃん。あ、暗くなってきた。大丈夫これ。逃げない?大丈夫じゃない?いや、暗くなってきても、キノコバイオームもモンスターが湧かなかったはずだし。ちょ、この橋みたいなところにタイムズ置いていくわ。オッケー。おぉ、ちっちゃい。ちっちゃい上になんかこの辺海ばっかりだ。周り全部海だ。タイムズ途中でなくなるという。まあいいでしょう。あれ今のところムーシュルームがいない。一体しかいなかった。いやまあでも湧くでしょそのうち。そしてちょっと向こうの方にちょっと土地が見えて。でここから松明が見える土の上の。暗真っ暗。登りづら。ちょっと俺松明。ちょっと海あこの辺から痛い。海に飛び込めるかな。うっ。おお。じゃ暗。暗。ムシルムが勝手に土を渡り始めようとしてる。頭いいんじゃね?頭いいわ。ちょっと松明。なんもないもん。なんもないね。こいつ1体だけ?いやでもそのうち湧くでしょ。2体はとりあえず監禁しておきたいかな。あ、待って、スケルトンがいる。うおー。うおー。痛い、ちょっと待って、やめろ、痛い、倒した。あ、また体中に矢が。I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in the knee. 今登ってんの?バイオーム。うん。めっちゃ松明の眺めがいいよ。いた、いた、後ろからスケルトン。うお。よし。オッケー。どうかな?真っ暗。真っ暗。本当に何もない。本当何もない。なんかそのまま奥の方に行ったら、ちょっとこの海のところの中になんか、ちょっと陸地が見えてるってぐらいで。孤島行ってこようかな。とりあえずもう暗いから一旦、拠点戻ろう。はい、オッケーオッケー。どの辺から一応海に落ちれる?怖っ怖っあっオッケー。飛び込むところが見えたぞ。オッケー。めっちゃ矢刺さってるやばいんだけど。腕と腹ってね、弱点じゃないんだね。お、クリーパー、この野郎。ほら。よっこらしょ。あ、やばい。爆破したのかよ。よし、ひとまず就寝。よし、じゃあ小麦持ってとりあえず一体ともうちょっと探して、なんかどっかこっかにいないかを。
いないでしょ。え、小麦持った？持ってない。いや、お前が頑張れよ。は？いや、お前も頑張りなさい。で、スケルトン。あ、はい。取る。はい。そこにスケルトンが。いた。お、寝起き。ちょっと待って。で、そこになんか、ヘルメット。メットしたスケルトンがいる。かっこよ。痛い。もう待て、もう。もう寝起き嫌だらけなんだけど。雲がいた。本当にあの一体で、いや、もうちょっとどっか探せば、土の中にいるかもしれないし。いないと思うけどね。土の中にいるの？いや、土の中にはいないか。あれ、できな、さっきの牛消えちゃったかな。死んだ？あ、いた。じゃあ、ちょっとこいつ拠点に連れ帰っておいてや。いいでしょう。ちょっともうちょっとどっかにいないか探してみよう。さあ、牛さん。普通に。向け。あや、おお。いないな。おーおお、どこ行くねん、どこ行くねん。こっち。こっち来いや。ああ、水落ちた。上がってこい。上がってこい、バカモン。おい、また上がってこい。いねえ。オッケー、いいよ。いい、ああ、落ちないで。はい、ここからカーブ。オッケー、いいよ。君、すごくいいよ。面が黒い。これさ、QI モードにしたらさ、増えんの？え、どうなんだろう？普通の牛と QI モードにしたらどうなるんだっけ？牛わかんないの？これ鶏専門だからさ。5匹は連れて帰ってこいよ、お前。いないなぁ。いるって。土の中に。埋まってるって。とか湧いてくんないかな？こっからお前がちょっと見えるけど、牛が見えない。牛いないからさ。いや、でも、いずれは湧くはずなんだけど。こいつ一匹じゃ無理だよ。もし、増やせたとしても一匹じゃ増やせないよ。いや、一匹ってなんか卵でも産んでくんないかな。鶏じゃねえんだよ。こいつどこに入れとけばいいの？俺の狼小屋に入れとけばいい。任せるよ。なんか家の隣になんか柵でも作って、そこにぶち込んどいても。オッケー。いいし。柵というなの、土のね。いや、柵でいいよ、そこは、木で。あ、そう。いませんな。いませぬ。しゃあない。とりあえず、また今度見かけたら。おい。いや、だって、湧くか湧かないかは、だってね。運だしね。とりあえず、今度見つけたら、また換金。してキノコバイオーム制覇。ちょっとお皿でも作ってキノコシチュー、新鮮なキノコシチューを早速。なんで羊がいんの？柵お前作れよ。柵？お前のセンスで作れよ。いいだろ。柵作ってのあげる。12個。はい。OK。でね、普通の牛とは違って、まあ、むしろまあちょっとプレミアな場所にでも。おいで。あれ？小麦だよね。おいで。Hey、カオ、こっち。こっち。
あれ言うこと聞かねえこいつ。よし。こっちこっち。よし。うわ。うわ。完成。早速お皿を。お皿はどこで作るんだろう。お皿探してる。あったあったあった。キノコシチューはスタックできるんだっけ？羊が。おっおっ。あ、スタックできないのか。で、君にちょっとキノコシチューあげよう。サンキュー、サンキュー。これがキノコシチュー。これがキノコシチューだ。初めて見た。え？これ一匹からこんな取れんの？え、一匹から無限に取れたはずだよ。マジで？うん。だから食料問題が解決するのだ。すげえ。だ腹が減ったらこの牛をね。うん、完璧。間違って殺しちゃったらね。殺したらまあまた監禁して、ガチ監禁し。湧いてたらの話だけどね。うん。で、我々はまた前回からちょっとだけ整地して、あと、動物がね、ぎっしり詰まってたからね、ちょっとここをね、広くしたんだけど、もうこれ以上牛を増やせないってことで、あ、増やせるのか？鶏は増やせないでしょ？鶏は増やせなくて、牛はまだ増やせるかな。というわけで、ちょっと牛を焼肉にしようじゃないかと。おっ！肉は焼かなくても別にね、あのムッシュルムさんがいるからね。もうこいつは用なしかよ。用なしかよ。いや、そういうわけではないんだけど。この動画後の時やっぱ。いや、こういう時はね、あのこういうまああのあんまりさすあのそこまで大規模なねことってか大規模することは別にそこまでね。マイクラでも少ないと思うんですよ。だから、こういう動画もしもね、あったとしたら、あの、ビッグたちが気づくマインクラフトの世界、シャープ 4.1 とかね、あの、そういうふうに。もうちょっとさ、牛がいると思ってたからさ。いや、1体しかいなかった。ね、誤算だったな。はい、じゃあね、1体しか手に入んなかったからね、ちょっと、ここに監禁させていただいてるんだけど、これでキノコシチュー問題は、解決したということで。キノコシチュー問題。違う違う違う。キノコ違う。食材問題が解決したので、まあ、ほぼ解決したので、次回はね、あの、この地図ですよ、やっと。マッピングをね、ちょっと冒険に行こうじゃないかと。いいでしょう。思うわけですよ。だからね、この今1枚のこのまあ、僕の地図結構もう埋まってるんだけど、一枚全体を埋めに行こうかと。全く待ってねえ。じゃあ次回はマッピング探検結構長くなりそうなので多分2部に分けてお送りしたいと思います。はい。じゃあ今回はここまでで。はい。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。